皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。シーズン60本塁打を射程圏にしているヤンキースのアーロン・ジャッジと前人未到の50本塁打、50盗塁を目指すドジャース・大谷翔平の比較論が、米メディアで連日のように取り沙汰されている。動画始球式で大谷翔平ににボーールを運ぶデコピン共にリーグ mvp が最有力とされ ファンの間でもどっちがすごいか論争が絶えないが、米メディア SPOTV のニュース番組でもこの比較論が白熱。出演者らが60本塁打の方が見たい、ジャッジの打撃は本当に圧倒的です。大谷がもし毎試合、守備について体力も消耗すれば50盗塁できますか。多分無理でしょう、などとジャッジよりの意見が飛び交った。そんな中 大谷の同僚のムーキー・ベッツがポッドキャスト、オン・ベースで見解を述べた。ある人が私に尋ねてきた、翔平が50から50を目指すのと、ジャッジがホームラン記録を破るのと、どちらがいいシーズンかと聞かれたと世間の興味を理解した上で、これは二度と見ることができるかどうかわからないものだ。私たちは感謝すべき、どちらが優れている、という必要はないと思うし、偉大さを評価すべきだ。 二人とも信じられない才能だ。質問は受けるけど、公平ではないよと比較する必要性を全く感じていないとした。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。